この絵師団は、大日本帝国陸軍の師団の一つ。一般師団とは異なり、再生鋭かつ最古産の部隊として、天皇と宮城を経営する近結守護の攻めを果たし、また、騎乗部隊として、法連部の任にも当たった。帝国陸軍における、軍隊符号は GD。太平洋戦争中後期には編成の改編が行われ、最終的にはこの絵第一師団。 この絵第2師団、この絵第3師団の3個、この絵師団が編成された。なお戦後から現代にかけて、自衛隊の陸上組織、陸上自衛隊において、他の君主国における、禁衛兵のような部隊等は存在しておらず、旧宮内政の皇宮警察、禁衛府、皇宮警察署、皇宮警察局、警視庁皇宮警察部と編成を経て、警察組織である。 現在の皇宮警察本部がそれらの役割を担っている。1920年代後半、皇太子当時の昭和天皇と儀仗用の騎兵やりを報じるこの駅兵連隊の昭兵1924年、皇太子広人親王、両子女王の結婚の儀において、御両者を敬語する誠意を着用した、この駅兵連隊の昭兵将来の天皇となる皇太子は、西洋社会における、 ノブレス・オブ・リージュを模範として、この F 表第一連帯府となるのが通例であり、義人親王、広人親王は、近保一府であった。この医師団は、近欠死後の任から、英術は東京市であったものの、他の一般市団と異なり、連帯区といった特定地域からの徴兵によるのではなく、大日本帝国全国から選抜された兵士によって、充足されていた。 この衛兵になることは大変な名誉とされた。軍服も一般師団とは区別され、党の際が存在した。また、一般師団の歌手官兵には、基本的に第二層、第三層の軍層が支給されたのに対し、この絵師団では、御守衛勤務で使うための第一層も合わせて支給された。軍服も参照この絵師団兵舎江戸幕府を倒し、明治新政府が樹立された当初、 政府は独自の軍隊を保有しておらず、軍事的には、薩摩藩、長州藩、土左藩の、薩長度に依存する脆弱な体制であった。そのため1871年、政府は、天皇の警護を名目に、薩長度の三藩から約1万人の憲兵を受け、政府自家族の軍隊である、御新兵を創設し、この軍事力を背景に、廃藩地権を断行した。この御新兵は、 1872年に初代この絵と説く、西郷隆盛を中心とした、この絵兵として改組され、天皇及び宮城の春護という任務が課せられた。詳細は、この絵を参照1873年に徴兵令が制定され、近代兵として配備されると、この絵兵は近代兵の軍事訓練も担うこととなった。1874年、 この F 表大隊を旗艦として、この F 表連隊が編成され、同1月23日には、帝国陸軍では初めて軍旗が、金保一及び金保二に侵入された。1877年の西南戦争では、鍋田川の戦い、田原坂の戦い、城山の戦いに従軍する。翌1878年には、この絵宝兵大隊が温賞への不平から、 武装反乱する竹橋事件が起こった。1891年、鎮代が廃止され、師団に変わることとなり、山形有友によって、この絵兵は、この絵師団へ解消され、陸軍大臣管轄の下平時は、霊下の各中隊が輪番制で、天皇や宮城の警護などに当たり、戦時には野戦師団の一つとして出征し、戦闘に参加することとなった。 師団編成となった、この絵死団は、数個、この F 不連隊を機関として、それに、騎兵、砲兵、工兵、市長兵などの特化部隊が統合されていた。その後、この絵死団は、第二次世界大戦終結による、大日本帝国陸軍の解散まで、各戦争、事変、紛争に従軍し、出生中のこの絵死団に代わって天皇及び、宮城の警護に当たった。 この絵師団は、留守子の絵師団とされた。初期は、留守子の絵連隊が、後には、この絵不評第六連隊などがそれにあたる。日清戦争二従軍、台湾平定で先発する。後発した、の木マレスケ率いる、第二師団と共に平定するも、山根信成この絵第二両団長、北白川宮義久親王この絵師団長をはじめ、多くの戦病死者を出した。日露戦争では、 第一軍令下として従軍。長谷川義道率いるこの江師団と、梅沢道春率いるこの江交備混成旅団が出征した。長谷川義道が、王力公海戦及び療用海戦の軍港により、朝鮮中東軍司令官に就任したため、佐賀海戦以降は、浅田信沖この江第一旅団長が、この江師団長となった。佐賀海戦では、旅団長、梅沢の功績により、 コウこコノエコンセイ旅団が、花の梅沢旅団と呼ばれた。法典海戦にも参加している。また、日露戦中の1904年6月15日には、輸送船にて輸送中のコウこコノエ不第一、連隊が、限界などで、ロシア海軍ウラジオストク巡洋艦隊の、装甲巡洋艦3隻の攻撃を受け、軍機を、捧ぐ焼きし、連隊長以下1000余が戦死する事件があった。 1910年5月29日、師団司令部が東京市麹島地区大館長2番地に移転。1918年6月20日、兵器部が師団司令部構内で事務を開始。参考までに1930年時点のこの絵師団の一覧表を示す。1936年2月26日、2.26、事件ではこの絵から反乱症候が、 クーデターに加わるも昭和天皇は陳自らこの絵師団を立いてこれが陳定に通たらんと発言した。詳細は2.26事件を。このことから出動命令を受けた他の師団よりあれはおもちゃの兵隊さんではないかと揶揄されることも少なくなかった。たまりかねた師団長の飯田貞方中将は昭和天皇と面会した折、 将兵一同は皆出生を希望しております、と苦心。天皇は驚いて、そんなに皆出たがっているのかと承諾した。こうして1939年、日中戦争に動員かれ、この絵第二師団の前身となる。この絵根性旅団となる。この絵根性旅団は、第二十一軍令下となり、南シナ方面軍として、関東に上陸する。この絵根性旅団は、関東作戦。 南嶺作戦に従軍し、南嶺を包囲する国民革命軍と激戦を展開した。このエコン性旅団は、第5師団や台湾ン性旅団と共に、第22軍令下となり、仏印進駐を担当する。金保1、金保2は、仏印進駐完了後は復印することとなる。この復印は、南シナ方面軍が事実上廃止され、インドシナ派遣軍が復印するのと同時期である。 この絵根性旅団とインドシナ派遣軍不評団は、両者とも桜田武氏が旅団長、不評団長として指揮を取ったので、桜田兵団と呼ばれていた。この桜田兵団が、留守子の絵師団の金保六などと加わり、留守子の絵師団からこの絵第一師団となる。一方、金保三、金保4、金保5等は、太平洋戦争開戦以降、 川田根性旅団長のこの江根性旅団から、この江師団として、南方軍の第25軍令下として、タイを経て南方作戦のマレー作戦に参加することとなった。上実のこの江師団は、太平洋戦争中は南方戦線で活躍し、1941年12月8日から1942年1月31日のマレー作戦には第25軍令下として、 金ホ 3, 金穂 4, 金穂5及びこの絵創作連隊等が加わった。また、同年のシンガポールの戦いでも活躍した。1943年6月1日に、オランダ領東、インドスマトラ島目段方面で、作戦中のこの絵師団はこの絵第二師団に解消され、東京にあった、ルスコの絵師団を機関としてこの絵第一師団が、 さらに1944年7月18日には、ルスコノエ第2師団を機関として、このエ第3師団が編成される。第二次世界大戦終戦時のこのエ第3師団は、千葉県鳴ル島にあって連合国軍の関東上陸作戦に備えていた。このエ第2師団とこのエ第3師団がそれぞれ作戦地に赴任していたため、本来のこのエ兵としての任務はこのエ第1師団が、 担当する予定であった。1945年8月14日未明にポツダム宣言受諾が決定し、それを昭和天皇自ら国民にラジオ放送を通じて知らせる玉音放送を放送することが決まった。8月15日未明に陸軍省軍務局軍務課会員らが、この絵第一師団長森宮中城へ決起を促すが、あくまで昭和天皇のおぼしめしに従い終戦を、 受け入れる、決意の固い森旧師団長はこれを拒絶する。拒否された将校らは、森師団長及び、第二総軍参謀白石通り教中佐を殺害し、偽の師団長命令を出して、常磐中の守衛隊を欺いて玉音番を奪おうと、するが、東部軍やこのエレン隊長の同調を得られず、失敗する。間もなく、東部軍司令官、田中誠一大将が、この反乱を知り、 反乱証拠を制止するとともに、憲兵隊に逮捕を命じる。詳細は、宮城事件を参照の地にこの事件は、半藤和都氏により、日本の一番長い日として小説化され、二度にわたって映画化も行われた。終戦時には、このエレン隊でも、軍さ捧ぐやき、復員が行われた。一部の将兵は、金英府工具衛視総隊に移ったが、 金英不解体に伴い完全に消滅した。なお、この絵師団司令部長者は、1977年から2020年2月28日まで、東京国立近代美術館工芸館となっていた。また、戦後の皇室及び現在の自衛隊において、皇太子含め男性皇族が、自衛官、または自衛隊員として、それらの職務に従事するようなことはなく、 旧陸軍のこの絵師団のような他国における、近衛兵に相当する部隊、組織は存在しておらず、警察庁付属機関である、皇宮警察本部がその役割を実質的に、担っている。この絵師団この絵第一師団この絵、第二師団この絵第三師団以下は、この絵不評連隊のみ、ありがとうございます。